ようと思ったら、なんとミルクを切らしてしまっていて、できれば先輩のミルクを。コテコテなネタをやるんじゃない。何言ってるんですか。よく考えてみてください。ミルクティーも出来上がるし、ケイタ先輩は気持ちよくなれるし、私もうっとり、みんな幸せ。さあ今すぐズボンとパンツを。そんなもの客人に飲ませる気か。いえ、私が全部飲ませていただきます。じゃあ俺は何飲むんだよ。私の愛のジュースを。女子中学生のセリフじゃねえ。ちなみに正しい飲み方は5。なんていやらしい、素晴らしいエネルギー循環。ミルクの話はどこ行ったんだ。すみません、私ったら。大好きな先輩と自分の部屋で二人っきりなんて、もう夢でも見てるみたいで、つい。今さら塩らしく言われてもな。とにかく話を元に戻すか。はい、ミルクの話ですね。ケイタ先輩が協力してくれたら、とつき10日後には授乳し放題。もちろん直飲みも OK です。10ヶ月待たせるのか。信用できないですか。では試してみますか。いいから落ち着け。